監督の目指す野球、したい野球っていうのを、まあ、あの第一に置いて、でそれに向か全員で向かっていくために、それにを、なんていうんですかね、それに向けての、まあ、選手育成っていうものを、していきたいと思いますし、まあ、アストライア、近年優勝から遠のいてますので、一人一人がしっかり役割を、理解して、でそれを試合でしっかり発揮できるように、私自身も全力でサポートしていきたいと思いますので、まあ、私自身も指導者として成長していける1年にしたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。頑張ってください。はい、はい、続きまして泉投手お願いします。今日は遠くからお越しくださった方もいます。ありがとうございます。私来季も兵庫リオネなんですけども、連覇に向けて、少しでもチームに貢献できたらなと思います。本当に投打が噛み合っての兵庫リオネ全員野球という野球をモットーに、本当に一人一人が全力プレーで戦うので、本当今後も来季も兵庫リオネよろしくお願いします。はい、泉投手ありがとうございました。続いて今度、来季からはもう選手兼コーチではなく選手専任となります小西美香投手からよろしくお願いします。はい、今季、まあ、3連覇かかったシーズンを優勝を逃してしまいましたので、また挑戦者に戻りました。ちょっと気を軽くして兵庫リオネ倒しに行きたいと思っております。やっぱり勝負事なんで、勝たないと楽しくないと思いますので、連勝できるような開幕スタート切れるような準備をして、皆さんを笑顔にできるようなプレーをどんどんしていきたいと思います。で、私は、まあ、多分メインはピッチャーと思うんですけれども、いつでも打席に立てるように準備もしますし、サードでもレフトでもライトでもどこでも守れるようにも準備もしていきたいと思ってます。いろんなところでいろんなコンディションを見ていただけて、多分守ったらいっぱい飛び込むと思いますので、飛び込み方はすごい不細工ですけれども、そんな姿も見ていただいて、一緒に元気になってもらえたらと思いますので、来年もよろしくお願いします。はい、小西投手ありがとうございました。そして同じく、来季からキャプテンという肩書きを取れて、もう選手ともう、選任するということで、三浦選手にも一言お願いいたします。そうですね、やっぱり女子プロ野球はどん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 多くの方に知ってもらわなければいけないので、私たちも頑張りますし、ファンの方も毎日で毎試合球場に来てもらわないと、どん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 女子プロ野球は盛り上がっていかないので、その準備をしてもらえたらなと思います。よくわかんないですけど一緒になって女子プロ野球を盛り上げて行ってほしいので、これからも女子プロ野球のことよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、三浦選手ありがとうございました。本日ですね、こちらにいらっしゃいます大山選手、泉選手、小西選手、三浦選手、そして片岡さん、長時間にわたって本当にありがとうございました。そしてファンの皆様も、トークショーを盛り上げていただきまして本当にありがとうございました。